おいおすめインチャンネルだぞ。早い気がするんですけど。何？高もレジェンドに囲われてもいい。お前レジェンドだろ。いやいや、ちょっと違う。お前レジェンドだろ。レジェンド。レジェンド。レジェンドじゃん。いや、そんなことないです。レジェンド B だろ。やめてください、ハイやめてください。もう、あの、たぶんやったら、普段から頑張らせていただいてますね。まだまだ、まだまだ、初心忘れず頑張ります。ウェブス、大変頑張って。メインチャンネルから、特番だから。はい。お父さんが言っといていいよ、ほら。昨日娘さんがあれだよね、大学合格したんだよね。おかげさまで。おかげさまで。昨日、はい。大学の方に、やっと受かりまして、JD になります。あれだよね。昨日、あの、家族で手巻き寿司を。手巻き寿司。手巻き寿司をお祝いしたんだよね。はい、ちょっと、急遽だったんで、はい。あの、家族で、あの、手巻き寿司をみんなで。はい、返すよ。はい、じゃあということでね、はい、今日はね、はい、特番で、今回ね、あの KB グループ、はい、イムチャンネルと取引が4周年を迎えたからね。うわー、すごい、素晴らしい。緊急特番、はい、もうね、4年間ね、こうやってお世話になってるから、ちょっと恥じた動画撮ろうよと、はい、いうことで、イムさんね、そうですよ、はい、今日企画考えてきました。はい、考えてきました。はい、このスペシャルな特番中の特番、いわばお祭りですよ今日。はい、名付けて超極限ギャンブルラッシュ。ビッグオフ、ガメチャレサドンデスで一世を風靡したあの超極限ギャンブルラッシュ、はい、もうギャンブルにギャンブルを重ねて取れ高を狙っていくっていうね、もうお祭りのようなこの企画もぴったりだと思って、はい、またここでね、ちょっと取れ高を取っていこうということですよ。はい、じゃあ一応企画説明して、企画の説明をさせていただきます。はい、今から京都に行ってお店のオープンと同時に、まずはパチンコ319に2時間全通します、はい、でここの出た出玉をまずは協定に全通、こういうギャンブルね。はい、またパチンコ3 1 9 2時間全通です。ここに出たリザルトを次は競馬、ここに全通します。はい、でまた戻りまして、またパチンコ3 1 9で2時間、ここに出た出玉を、オートレース、ここに全通、でまた戻ってパチンコ3 1 9 2時間打ったやつを最後競輪にぶっ込む。そしてこのトータルの配当で100万円を目指していくというこの企画ですよ。はい、どうですか。はい、OK、ハイピー、一ついいですか。あの今日、あのお取引を重ねて4周年ってお祭りじゃないですか。で、反社店長絶対スロットコーナーめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。間違いなく熱いですよ。普通に実践した方がよくないですか。関係ないよね。いや関係ない、お祭りだから。お祭り、反社店長もお祭りだし、俺らもお祭りで、何よりリスナーさん、こういう時は、強い時はリスナーさんにスロット打ってもらえばいいから。俺らが打つ必要ない。俺らはパチンコ黙って最地球打ってね、公営ギャンブル全部。あの前回も思ってたんですけど、ちょっとあの破滅願望が、あの破滅願望がちょっと感じるんですよね。あの前回のサドンデスの企画を僕見させていただいたんですけど、ハイオピーとあれイムさんのちょっと破滅願望。ちょっとこの、いや今日は普通お祭りだから。お祭り。あ、みんなで死のうよ。そうね。おかしいじゃないか。死のうよってどういうことですか。いや、やっぱりスロットすごいんですか。絶対盛り上がるんで、絶対実践の方がいいです。いやいやいや、全部使っちゃわないと。レジェンド P が、やめてください。レジェンドだ。はい、もうや、もう本当勘弁してください。あの、また言われるんですよ、あの屋台でこうやって出てきてこう来て、え、レジェンド P じゃん。レジェンドたこ焼きお願いしますって。もう言われちゃう、もうレジェンドたこ焼きなんすかって話になっちゃうんで。でもとにかくね、あのお祭りだから、はい、パチンコにだからね、2万5000発出して競馬でね、10万出たやつをそのまんまの10倍にすれば100万だから、それ終わるから。やります、わかりました。はい、頑張ります。僕も腹くくってお付き合いさせていただきます。一応今回ね、ポエムはたこ焼き、えで、植松、えっ、ちょっと無理ですよ。まだ無理です。でも無理です、僕にはできませんよ。いやいやいや、ほんと勘弁してください。ポエムさんにしてください。無理です、だってお金ないですよ僕。じゃあポエムさんの方がお金持ってるじゃないですか。なんで僕なんですか。お前なんかもうね、娘さんのあの何、あの入学金とかいろいろお金かかると言ってたから。はい、ひりついたギャンブルするには、お前の方がひりついてるから。いや、もうひりついた。行こう、上松。いや行こう、これチャンスだから。まずはありがとうございますだろ。お前なんか、お前なんか危険な企画から逃げてよかった。いや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 、これ記念すべき日にたこ焼き焼かせていただけるっていうのもすごい嬉しいですよ。嬉しい。あ、まずこの一軍のね試合に
出させてもらうっていう、はい、な、はい、これまずありがとうございますじゃん、胸張っていけってマスターボックス立ってもう全部いけ、全部全部いっちゃっていいから上も特番だから、うん、メインの特番でいきなりお前あれだからね、出れるって話だから、そうだよ、そうだ、抜擢されてんだからこのチャンスつかめよ、いや、頑張れよ、マジで、もう本当にないんすよ、俺マジでお金ないんすよ、だから一緒に死の、一緒に、いや、いや、早見はもう死なないですよ僕は本当に下手したらもうバチリになっちゃいますからもう全部失いますよ、やれよお前全力でいけって、イムさんだって同じように家庭があるんだから、そうだよ、もう決まったことなんだから、もう行こう、もうやるしかねえんだから、イムさんだってね、まだ0歳児だもんね、俺0歳児だよ、ダメだよ、高座の三段が見ながらね、あ、こんだけしか使えないななんていうような生活してるようじゃもうダメですよ、全部いかないと、クソなんだよ、クソなんだ、クソなんだじゃん、全部いかない俺言ってきたよ、今日こういう大事な企画があるんで、お祭りだからっつって、今日は20万使うぞってクソなんだ、クソなんだじゃん、俺言ってきた、はい、だからもうこれ今日もお祭りで盛り上げる、はい、ただ盛り上げないといけないから、はい、どういう、そう、ね、決まったことなんだから、頑張ります、死ぬ、それで死に、死にます、僕は死にます、レインボーじゃん、いいか、え、レインボー、どこ、ほら、おー、レインボーじゃん、ほら、幸先いいですね、お祭りじゃん、最高だよ、こんな祝福じゃもう確定してるじゃん、事故って死ぬぞ交通事故で死ぬぞ、あれでしょ、娘さんもあれでしょ、金かかるんでしょ、いやもう、はい、大学入っちゃって、はい、もう入学金がいくら、来月の中旬までに80万です、おやべえじゃん、無理だろ無理だろ、当てがないんで、もうちょっとおやび、おい、貸さないよ、俺は、俺知らないよお前知らないから、そんなの、いやいや、お前の娘の入学金とは知らないから、いや、ちょっと、それはちょっと、じゃあ、あのカメラが回ってないとこで、何ちょっとご相談、ご相談だけ、知らねえよ、お前ちょっとお話だけでも聞いてもらえる、国公立、いろいろ国公立、お前の娘の面倒まで見れないから、いや、でも、もう、もはや一心同体にして、施設に入れればいいじゃん、施設、いや、なんてこと言うんですか、早見そんなこと言っちゃいけないですよ、18になってんだから、もういや、もう施設なんて、もうそんな、そんな、そんな、いや、もう大事な娘ですから、やめてください、もうそんなこと言わないでください、一心同体じゃないですか、早見、もうこうなったら、いや、もうね、頑張って、その代わり、ちょっと、いや、もう、はい、いや、チャンスだからね、はい、じゃあ、別に心配じゃなくてもさ、上松さ、今日一日でさ、80万稼いじゃえばいいだけの話じゃん、あ、そうだね、あ、そうですね、8万円をね、10倍かけて、80万にすればいいだけの話だよ、そうだよ、簡単だよ、それができたらここにいないと思うけど、いやいやいや、今日負けたらやばいでしょ、いや、もう、もう自分に生命保険かけてさ、死ねばいいじゃん、いや、もう、なんてこと言うんですかダメですってそんなこと言ったらもう、で、とにかくね、この企画でお峠見せれば、はい、あ、で、ね、ひりついたギャンブル見せれば、もしかしたら保険の問い合わせとか来るかもしれないから、はい、あ、上松の保険入ってあげたいとかね、はい、いや、どうせ保険入ってるなら、だから上松が切り替えてあげたいとかね、はい、あ、来るかもしれないから、はい、ちょっと早めに、あの、概要欄に、あの、DM も、Twitter の X ですね、 DM お願いいたしますはい、金も返してもらわないと困るから、はい、保険もちょっとしっかり営業して、いや、もう、はい、しっかりと営業させていただきます、はい、娘をさ、こう、はい、何、風俗とかにして、AV とかでさ、ちょっと、早見、それ、なんてこと言うんですかダメですってはい、じゃあ次だから警備ウェズ、いやー、来ましたよ、はい、見てくださいよ、ああ、これ行列やばすぎないですか、ああ、結局は4周年、今日お祭りでどれだけ暑いかっていう、ああ、スロットがね、ああ、スロットが、ああ、こんな中で俺たちは今から超極限ギャンブルラッシュで、はい、一発目朝一からパチンコ行こうとしてるという、アホだね、しびれますね、ああこれがいいんですよ、上松なんか多い顔してるけど大丈夫お前、もう今日激アツだから、いやでも1000円13回転だからスロット全力で、うん、うん、スロット全力でパチンコは13回転、大上げに関しては1000円9回転大上げに関しては1000円9回転、絶対いけないと思う、600分の1 あ、まあ、はい、あ、上松もう頑張れよお前、はい、もうそうは言ってもやるからには必ず勝って帰らないと、うん、運が良ければ勝てるから、うん、はい、ね、お前勝たないとまずいでしょ、はい、もう家に入れてもらえないので、うん、とにかくここで結果を残す、それしか考えない、離婚すればいいじゃん、いやいやいや、やめてくださいよダメですってそれは、いつきとかさ、ポエムに育てさせればいいじゃん、いやー弱いポエムさんだけは、何ポエムさんだけは勘弁してくれなんでダメだ、なんでだよ、なんでだよ、ちょっと、だからポエムさんだとちょっと幼稚園児にご飯とか作らせて最悪じゃん、怖いので、まあいいや、とにかくね、今からちょっとギャンブルで、
特番はやっぱり特別感を出していかないといけないから、うん、やっぱりギャンブルラッシュ、はい、朝一から319行って、うん、で公営ギャンブルやってみんなで配当の100万円獲得を目指す。そうだね、うんうん、ここは絶対もう必達、はい、必達しないといけないんで。そうだね、はい、うん、どんなにパチンコで出そうが公営ギャンブル外した時点でゼロだ。公営ギャンブル当てない限りあのお金戻ってこないからこの企画マジで。ラッシュ通して出玉出して公営ギャンブル通して初めてで。そうだから。そうそうなの、うん、あの上松ね、8割9割方負けると思っていて。いや、うん、それでも勝ちを目指します。ああそうだね、はい、ああこれがギャンブルだから。これがギャンブル、はい、ちなみに補足なんですけど、うん、やっぱ2時間打ってたらあの当たらない場合もあるので、うん、あのそうなった時には、うん、3万円を公営ギャンブルに全通。そういうことね。補足です、うんうん、当たらなかったとしても 最悪3万円ね。そうです、うん、はい、今日、まあ、とにかくもう負けていくら負けても派手な絵が取れれば KB さんも喜んでくれる。そうです、リスナーさんの喜んで特番だからね。オーケー、任せてください。いくら負けても行こう、うん、ああ楽しんでいこう、うん、ああお祭りだからね。そうや、でもハヨピちょっと金銭感覚おかしいですよ。それは無理です。いや、やっぱそれはキムさん。子供がさ大学に行けなくたって別にね。いやいやいや、ハヨピ特番だから。頑張って。昨日ですよ。4周年だから今日はお祭り。もうイムチャンネルの特番つったらやっぱりこれぐらいやんないといけないんで、めちゃめちゃ気合入ってますよ。あ、やっぱこれでしょう。これでいきます。よいしょ。これでいきます。イム1代目。じゃあ入場します。よろしくお願いします。いやー皆さんやってやりますよ。やるからにはここで負けるわけにはいきません。どうか見届けてください。まず1台目はこちら、ユニコーンで始まるよ。申し子や、はい、大地下元パ、大地下元パです。いける、よっしゃよっしゃ、こい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 、300発だ。ありゃ、こい、よし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 、あらら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 、108ゲーム、ほら、さあ、ゴールドきた、よし、
まだ間に合うぞ。まだ間に合う。今度こそ頼む。はい、よし、高橋ゲーム。レッドレッドレッド、あ、緑、どうだどうだ、こい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 、当たっとけ。よっしゃー、高橋ゲーム2回目。よし、間に合うぞ、頼む。さあ、協定にぶっ込むんだ、頼むけよ、協定にぶっ込むんだよ、こい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 、協定決まって、もっと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 、よかったー、取った、取った、間に合う。とりあえず4号確保、とりあえず4号確保、あぶねー、最低限の仕事。いや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 、嘘だろう。マジか、なんでなんで、結局マジで笑えないって、当たりませんでした、くそー。はい、じゃあということでね、はい、はい、パチンコ2時間終わって、はい、イムさんが初当たり一発取って1万8000円ね、そう1万8000円分、はい、はい、で俺が大和券で、初当たり1回取って、はい、8000円分8000円分ね、はい、で上松が当たり取れなかったから、3万円分ね、はい、はい、大丈夫お前お金ないんでしょ。ないですよ、やばいですよ、もう2時間で2万正確に2万3000やられてるんですよ、もう2万3000やられて、これでお前5万3000じゃん。いやもうどうするんすかおじさん、いやもうおじさん、ほんとにもう当てなきゃ、いやもうほんとに、あの先放流先読みが当たっててくれればこんなことにならずに済んだんですよ。うるせえな、おじさん怒ってますよ、おじさん怒ってんじゃん。こふこふ言わなくていいから。すいません。本当になんかもう。もう大丈夫お前。お前おげまさんあれだからね。これ協定外したらマイナス 53K だからね。開始3時間で。いや本当ですよ、もうどうしましょう。もう早くやっぱ助けてくださいよ。無理無理無理。いやいやお金ないもん。いやいや嘘つかないでくださいよ。嘘つかないでくださいよ。嘘つかないでくださいよ。何嘘ついてるんですか。おじさん危ない危ない危ない、とにかくね、公営ギャンブルのド派手な絵を撮るのがね、この企画の醍醐味だから。そうそう、あのこの今ね、今からかける3万円が10万とか50万とか100万になって帰ってくるわけじゃん、はい、今ガタガタ言わずにとりあえずいいからフルベットして100万引き出せばいいんだよ、それで終わりじゃん、はい、話そうだね、そうそうしたら嫁さんも子供も喜ぶから、大喜びだよ、帰ってきてよくやった植松っつって、大喜びだよ、おめえ植松だって、植松はさ、あの公営ギャンブルの経験みたいなやつあるのさ、公営ギャンブルは全般的にたしなむ程度ですけど、はい、あやったことあるんだ、あります。あ、本当。はい、今までのさ最大のこの、はい、あの価値額はいくら？中央の競馬で100円が56万です。マジすげえじゃん。なりました。はい。今までの負け額は最大の？最大は100万ちょっと。あ？お前足しなむ程度じゃねえじゃんお前それ。足しなむ程度のやつ100万1つ負けたの。何それ？ちょっと熱くなりすぎちゃった。そんなお金だったの？いやあの。その日の勝ち額とかをどんどん湯気の式にこうどんどん増やしていこうと思ったら、あのどんどん1日の勝ち額が100万円超えたって、超えちゃって、はい、やべえじゃん。そのさ100万円は何どうやってかけんの。100万円はもうインターネットのその競馬場に行かないの。行かないです。そんなにかけてんのに、はい、行かないでもう自分が決めた馬にもう20、30万とか50万とかをもうポチッと
一気に。で何？えレースは？レースは基本見ないです。レース見ないの？見ないです。怖いんで。怖いんで。何怖くて見れないの？見れないです。じゃあどうやってこれ分かるの？この投票紹介ボタンっていうのが最初にある。そこをポチッと押すと当たってると星があるんですよ。番号とか。それでまずあ。よかった自分は間違ってなかったんだでそのですね番号ボタンをもう一回押すと金額が出るんですよそこでこうジュワッとこううわっおいたしなむ程度じゃねえじゃんいやいやもうやばいからもう私も上級者じゃんええもう身近ではこれがもうたしなむ程度ですこれがたしなむ程度ですいや上級者じゃんわかるわかるわかるよ早田さんわかるわかるもういける口ですねいける口わかる俺とかもこう当たってるかどうか開いた時にもうここの目の前に開いてんだけど一気に見ないでちょっとこの薄めですごくよくわかりますぼんやり見えるかどうかまずこの状態からあ見えそうだって当たった時にこう見てあーついてたいける口ですさすが今さじゃあこういうギャンブルいけるわけねはい、うん、じゃあとりあえずお前3万をさ増やさないとはいイムさんもちょっとねそうだよ、うん、俺もそうだけど金負けるわけにいかないからそうだよまずここで当てないとどうあがいても負けるシナリオになっちゃうんでここで公営ギャンブルでやっぱり一発でかいのドンって、はい、当てとかないといけないんで公営ギャンブルでさだって当たればあなた軍資金だって回復するんだからそうですね、うん、ね軍資金ないんでしょもうもうないですもうあと2万7000円しかどうすんの？ハビ、すみません、ちょっとだけお借りできないですか？無理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 。うん。いや、もういいですから、もう冗談はいいですから。僕は真剣なんです。お願いしますよ。なんで気持ち悪いな。いやいやいや。おっさん。お願いします。お願いしますよ。びっくりした。家族がかかってるの。声が、子供が泣いちゃう声だから。すみません。うるさいから。すみません。取り消しました。いいね。ああ。ウィマスどう？帰ってきた。いや、やっぱ興奮しますね。早く描きたいな。あのもう自然と口角が上がっちゃうのよ、ここ来るとね。これここが無意識に取り返したいですよ。いいね。いいね。染みます。何？染みます。頭に。プロペラ音が。エンジン音が。やばい。はい、じゃあ行くか。あ、早速ね。はい、すいません。あ？ちょっとリアルに、本当にないの？本当にないんで。何？ちょっと、でも営業も頑張ってるじゃないですか。え？営業も頑張ってるんで、前借りお願いします。すいません。何が前借りだよ、お前。計画的に使うので、お願いします。何？計画的に使うんで、お願いします。おい、今から計画的に使うんだろ。いや、計画的じゃねえだろ。じゃあ、お前これ、あれだから。何？お前ないの本当に。あんだろ。すいません。あんだろ。いやないですよ。あるんじゃない。なんで隠してんだろう。いやいやいや。じゃあ一家全員貧乏ですから。じゃあ前借りでいいの？はい。じゃあ5万円ねこれ前借り。ありがとうございます。OK。OK です。OK。締め切りになったから。ええ。わかりました。はい。かかった。ええ。僕は1万8000分。はい。OK。123132143142これ各4000円。1万6000円。で最後は163に2000円です。はい。これ当たるとどうなる？大体まあ40から70倍ぐらい全部いいじゃん。とりあえず1号手が最初に来ないと終わります僕は。なるほどね。上松は？私は1番と3番で2連服。大丈夫お前。もう1と3が来れば勝てると思う。とりあえず勝てる。とりあえず勝てると思う。硬い。とりあえずはい。で俺が一応5と1が。また懲りずに懲りずに武蔵。武蔵あるから7レースでしょ。あ、来た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 。60倍今回6号艇がちょっと強い。あ、マジ？ぽい。オッズ的に結構荒れてんのかもしれないですね。さあ来たぞ。はい。たたたたドキドキしますね。たたたたたた。頼むぞ。スタートが肝心だから。僕が強いんだよ。いけ！いけ！よし勝てる！ああ、めっちゃいいスタート。誰誰？やばいやばいやばい。どこがいいの？女性の宝も十分なスタートいっぱい。逃げる二号艇。1はどこにいる？1はどこにいる？1はどこにいる？今3号艇2が来てる2が来てる2が来てる6号艇待て待て待て終わる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 
スタート前提正常でした。やべえ、あー、曲がってきた、曲がってきた。あー、これはやばい。待ってよ、1万8000円が。待って、あー、これはやばい。おい、おい、ちょっと、これはもう無理、もうどうあがいても無理だよ。あー、終わった。うわー、これ確変じゃない方の 50% 引いたわー。おい、どうすんだよこれ。何を見ます？今前借りしたばっかのさん5分で消えた。結構頑張ったの。こんな仕打ちってあります？おい、いやー、まあまあ、まだ一発目ですから、うん、なんかその準備運動というか、うん、この感覚を取り戻すっていう意味で、ね、おじさん本当に投げたかった。おじさん、1ヶ月分の労働が消えてんじゃない？もう言わないでくっ。いやもう最悪だよ。いやまあちょっとしょうがないですね、うん、もうこれはもう事実結果なんで、次どうするか決めましょうよ。ああまだ終わったわけじゃないんで。ああ全然いける。まだ諦めるの早いよ。はい、うん、神金しないといけないんだから。そうです。ちょっといいですか？ちょっといいですか？はい、あのさ、匂いがちょっといい。これでいやこれ結構初戦から割とこう大きめのお金やられたんで、しっかりこれを食べながら作戦会議した方がいいと思うんですよ。食べ放題だから。植松、植松食べ放題、お腹空いてるから。ああ、焼きそばを2つで、フランクフルト3つ、あとね、たこ焼きが3つ、はい、あと植松なんか食べたいものがある。あいつが食べたい。いいよいいですか？ゴールドカードのから。ゴールドカードコンビニで買えよ。ゴールドカードやな。コンビニで買えよ。これいいの？無駄遣いしてんじゃねえよ。いやこれはさ、無駄遣いすんなよ。無駄遣いじゃないんだよこれ。3400円かかったんだけど。何これ220円なんだけど、高え。コンビニで買えば100円だろこれ。スーパーとかコンビニで買えば高えんだよ。高えんだよ。マジもん高え金額で買いやがって。いや、あやさんやめてください、そういう言い方。違う、なんだよ。早尾さんがこういうところでお金を使えば使うほど幸せになれる人たちいっぱいいる。いいよ、見てください。いいよ、俺だけだよ。あれおいくらやられてたっけ？5万3000円。開始3時間で5万3000円やられちゃってるから。うん、俺だって 25K やられてるから、イムさんだって 30K やられてるでしょ。 30K やってる。やばいって、前回と一緒だよ。いや、終わったことはしょうがないですよ。うん、アイス食いながらフランクフルト食うな。アイス食いながら、いねえよアイス食いながらフランクフルト食ってるやつ。おかしいだろ味覚が。いや意外といいのよ。なんだよ、そんなこと言うかよね。この企画は早尾さんもやりたいっつってたんだよ。やりたかったけど二人で話してさ、あいいよっつって。イムさんもやりたいって言ってたじゃん。俺も言ってたよ。やっぱ僕巻き込まれてるじゃないですか。いや、お金持ちの道楽に付き合わせてくださいよ。いや今大変ですよ僕。上松お前頑張れよ。やばいですよ、このまま行ったらお前死ぬぞ。いや本当、誰か保険入ってくださいよ。何もう早尾、保険入ってくださいよ。そろそろいいじゃないですか。関係ねえだろ。僕から入れてくださいよ。先ほどの続きから行きたいと思います。必ず当てます。はい、じゃあいきます。2機種目がこの防御性でいきますね。ここのリザルトを全部次競馬にぶっ込むんで、ここターニングポイントなんよ。競馬はね、できるだけ掛け金多くしときたいんで、大爆連おは当たりなし、うん、どっちか。最低30Kは掛けないと競馬はね。いやー、これは頼む。スタンバイ保留。いやー、もういいだろ、当たって頼む。よかろうて、もういいだろう。うわ、最悪。行ったろ、行け。よし、あぶねー。頼む、触れてくれ。最悪。
頼むぞ。そうそう来ないからなチャンス。あーどうだ、マジ頼む。よーガーチ、来い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 、当たっとけ、おとなしく、おとなしく当たっとけ。よっしゃー取った、早い、挑戦権獲得。あとはあとはラッシュ60あるからほぼいってるはず。競馬かかってるんぞこの後、東京車の後に競馬行くやついないだろう、頼む。ハイパー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 、よーしゃ取った、よし来た、取った、来たよ、これよこれよ、ギャンブルは取った、見たか、たまんねえ、いいじゃん、絶好調です。あー、クソ出ちゃったー、水40玉ー、うわー、もはい、じゃあということでね、はい、はい、これ競馬、はい、競馬来たよ、はい、競馬の時間来たから、はい、楽しみだね、もうワクワク、はい、すでにワクワクですよ、はい、で俺が1万500発だから4万2000円、はい、でイムさんが8000発3万2000円です、3万2000円、はい、上松が450発1000円です。何やってんだよお前、大事な時に当たったと、当たったっていう、あのその過程だけ褒めてやってください。はい、ちょっと発表して、イムさん。はい。いきます。じゃあね、端的に発表します。はい、3連単、オッズ投票で、1万人気から、25万人気まで、1000円ずつ2万5000円。はい。大体10倍から80倍ぐらいまであります。なるほど。はい。はい、で、最後の残りの7000円は、163、147倍に全つです。163来た時点で、100万オーバーです。一撃で、一撃で今回こそは、なるほどね、夢を買いました。イムさんが来たら100万オーバーね、100万オーバーです。ああいいじゃん、はい、はい、3連単 1.2 7000円かけたわけね。そうです、アホだね。あ、いいのよ、アホだね、いい、こういうのは楽しい。そうだね、あ、上松は、はい、僕は、3連単にちょっと勝負をかけます。はい、競馬詳しいんだもんね。そうですね、まあ、たしなむ程度ですけど、はい、たしなむ程度に1回破滅してんだよね。そうですね、100万ちょっとで破滅します。1日1日で、はい、まあね、やってしまった、いい、いい、いい感じじゃん、はい、では発表して、はい、はい、3連単で、3着が、3着軸の5番、1着が1番、4番、7番で、2着流し全部。意味わかんねえんだけど。意味わかんねえんだよ、なんだよそれ。3着何、3着の何、3着が5番で何、何 5が何、です5が3着軸固定のフォーメーションになります。うで、で、1471着の、2着全流し。意味わかんねえんだけど。意味がわかんねえんだけど、どこにかけてる。いやいや、これちょっと知ってる人ならわかりますから。軸固定フォーメーションって何すか。軸固定フォーメーション、俺とイムさんそんな詳しくないから。言い方ちょっといろいろあるかもしれないですけど、僕はもうこんな感じで覚えちゃってる。すいません。よくわかんないけど、何、どんぐらいなんだ。マックスで、まあ、2万ぐらいには、はい、なるかな、まあ、そういうことね、はい、1800円が2万になったわけ。そうです、はい、はい、で、一応俺がね、はい、ゴッドのリーチ面、うん、はい、に、3000円から、7000円かけてる。あの来れば大体、まあ数十万みたいな。、はい、いやー夢がありますね、はい、こうじゃなくちゃ、やっぱり公営ギャンブラー、こうじゃなくちゃ一発で持ってっちゃうからね、はい、楽しみですね、はい、早さん、ちょっといいですか、ま、はい、ちょっとまあ一競馬ファンとしては、ちょっとこの、なんて言うんでしょう、神を冒涜したような、
この書き方というのは。ちょっと当てて何個人的な感情 ではやっぱりちょっと当たってほしくはない何もう私みたいな、あの私はもう結構がっつり調べて、はい、あの馬の馬体重ですとか前走前の走りですよね、そういうのまで全部調べてやってるので、こうなんて言うんでしょうね、ハヨビみたいにこうコットンのリーチ目だけこう金持ちの道楽のようにいいじゃねえかよ別に、いいんだよこれで。いやいや、まあでも適当にかけてると思うよ、金の力だけでね、ブイブイ言わしてね、こんなボットのリーチ目でクリア300万だとかって俺は、俺も確かにそうは思う、言いたいことは分かるけれどもこういうもんなんで、はい、じゃあね、もう始まるから、ほら、はい、もう3分前だから、来た来た来た、あ、ちょっとシッシッ、これ何、何の曲だよこれ。これね、脳汁の出る曲です出ねえよ、めちゃめちゃ出ねえよ、こんなポケモンセンターみたいな、何だよこれ、16さな、おー、来た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 、これなんだっけ、これね、待ってください、ここじゃまだ分からない人も多いと思うんですけど、見覚えのあるシーンが来ますんで、はい、皆さんこの後です、この後です、セイントセイヤのチャンスアップですここです、ここなんですよ、見覚えあると思うんですよ皆さん、これ、はい、さあ来るぞ、来ました、はい、します、はい、これが強いのよ、ロンドンデソーロ、はい、この56とか57とかって何、これはこれはあのジョッキーの体重になります。ああ、そうなんだ、はい、なるほどね、なるほど、そんなの知らないんだ、ちょっと逆にそんなの知らないんだあのコットに、いや、ますます外れてほしいです、あ、違う違う違う、すごい話を、163、おトップハムハット教みたいなやつがいやいいね、いやゴッドのリーチ目が来たらすぐピンってきますからね、123でね、はい、頼むぞ、はい、163来たら熱いね、163来たらもうほぼ150倍です、来ました、さあ来たぞ、来た、来たぞ、いや1、まず1番の、あ、1いいんじゃない、やっぱ強いわこれ多分、あ、いいよいいよ、あ、3、あ、66来ちゃった、あ、16歳、16歳、来た、このまま選ぶぞ、来る、150が来るぞ、いや、163、いいポジション、163、頼むぞ、ひふみあるんじゃない、123は、123リーチ目、ひふみあるよ、あれ、123あるよ、あ、え、123、123、123ある、300万円のいくら？ 3000 円。うーわ、マジ？マジかよ。90万？あんま脳汁出さなかった今。倍率の。いや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 。なんだよ。最悪だ。マジ。帰るか。いやいや。あやおさん。帰ろうぞ。いやいやいや。いいよもう。最後までやってやろうって言ったじゃん。いいじゃんって。いいや。やろうよって。やべえよマジで。マジでやべえよ。何もったいな、もう次第にショック来てるじゃん、もったいな倍率再確認してからすげえ後からショック来てるじゃないですか、いやー惜しかったね、ちょっとなえるわ、ガチで来てるな、早押さんだよ、90万が飛んで、馬の体重調べときゃよかった馬の体重調べときゃよかったね、いやあと一息ないよ、本当にね、紙一重のとこなんですよ、あと本当ちょっとだけ微調整するだけで衝撃するんで、一撃100万楽しみにしててください、必ず成功させるんで、おっと来たよありましたよ、入った電撃来い、大チャンス、あれなんか弱くない、こんな弱いの、オッケーおお、金系来たよ、金系来た、一気に熱い、あ、何これ割れたら、本日3回目
オッケー、はい、あ、緑、いや頼むぞ、いっちゃえよ、おとなしく行ってこい、あ、天気来た、よーし、来た、俺のこれ100万円の執念、見たか、賛成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 、おお、いったー、やっぱ刑事よ、やっぱ刑事、楽しい、もうね、はいはい、よっしゃ、あー、よっしゃ、あー、やすみ、終わった。はい、じゃあということでね、はい、オートレス、はい、オートレスね、はい、ということで来たね、はい、お、上松勝負でもあるぞ、だいたい大丈夫、うん、前借りしたのかな、うん、なくなった、あと3万円でしょ、うん、当たんなかったんでしょ、はい、うん、お金大丈夫今、1000もないです、あ、これオートレス3万円は残したんでしょ、はい、おう、ちょっと顔が、おう、目のパッパキじゃん、大丈夫大丈夫、おう、大丈夫です、まだやる、かわいそうに、イムさん、この企画のせいでこんなになっちゃってんじゃん、いやいや、ちょっとやめて、俺のせいみたいに、イムさんのせいじゃない、これ、いやいや、おじさん、おじさんいじめじゃん、いやいや、そんな貧乏おじさんいじめだよ、いやいや、人聞きの悪い、早尾さんじゃないよ、これ早尾さんが一緒にやろうって言ったんだから、かわいそうになっちゃってねえ、ほら見てみこれ、上松残りいくらなの今、3万残り3万でこれあれでしょ、ね、当たんなかったからこれオートレスに全部入れるんでしょ、やばいって、はい、うん、まあでも入れるしかないもんね、まあ入れるしかないし、別にこれ企画だから、うん、別に俺らだってこんなね死ぬつもりで善処してやってるわけだから、企画を成功させるつもりじゃない、絶対死なないじゃん、いや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 、そんなことないよ、もうきついこれ、死んじゃうんで、めっちゃきつい、比率きついきついもん、いや、たとえ死ぬかもしれないけど、今このメインチャンネルでのこのお祭り特番でね、これだけの勇者見せてれば、ね、息子とか娘とか見てくれてね、あ、お父さんやっぱすごいって、いや、さすが一貫の大黒柱だ、上松だってなのかもしれないじゃん、絶対親父見てならないみたいなね、いやいや、せめてせめて尊敬できる父でいいですよ、ここ当てればね、うん、この一番追い込まれた親父の最後の 30K の生き様だよ、これが、ここが一番のクライマックスですよ、今日そうだね、ここ一番美味しいのよ、うん、ここで、ね、あの18年後ぐらいの樹が見て、うわきつって親父きつってなる可能性あるから、はい、うん、まあとにかく当てよう、はい、うん、当てたらヒーローだから、うん、当てたら逆にヒーロー、うん、お前がこういう状況ってことは樹も絶対にギャンブル中毒だから、うん、ね、DNA レベルで、なんか樹になんかちょっと、はい、なんか一言、うん、うん、はい、いいですか、樹、君が生きてる世界にもうパパはいないかもしれない今からパパは一世時代の大勝負をします、いつきもギャンブルだけをどうかやらないでギャンブルの存在を知らないまま大きくなってください、そうだね、はい、よ、はい、し、じゃあいくか、上松頑張って最後、ああ、はい、ラスト 30K、 はい、はい、で俺が一応今回ね3000発出したから、はい、で1万2000円、いやいいね、はい、いいで、これ5通り1万2000円ずつ4通り、なんか懲りないね、はい、ああ当たれば30万ぐらいだから、はい、2、30万くるから、はい、でイムさんは、俺は、18K、ベッドに使えて、だいたい3連単で90倍から110倍ぐらいのところをあのずらっと9通り、あともう一人は、163、これ約600何十倍とかですね、
はい、こう来ればもう一撃で。あ、そういうことね。163が来るか、ちょっと厚めのね。そう、はい、大体100倍前後ぐらいのやつを買ってるんで、はいはい、で、上松が、はい、私は、8番が人気だったので8番、8号ですね、1着固定してあるんで、もう8来なかったら、うん、死ぬわけね。死にます。死にます。もう、あ、上松は8が来なかったら死ぬわけね。死にます。はい。はい。心中で。痺れるな。頑張れよ。痺れるな。ああ。ね。大丈夫、一人じゃねえから。うん。みんなで頑張るんだよ。そうだよ。はい。ね。みんなで死のうじゃん。うん。だから、お二人は死なないじゃん。僕は本当に死んじゃう。そして帰る家がもうすでにない。大丈夫だよ。ね、これで8が来れば、うん、はい、8が来たら大体当たるってこと？大体そうですね、当たってくれると思います。いや楽しみだね。いや楽しみだね。ここで首の皮がつながるか、はい、うん、このまま行っちゃうか。始まりますよ、ウェーバスのデッドアレーバー始まりますよ。パパがパパが今から、うん、ただ8がさ結構早いんだよね、8がね、うん、この早川さんっていうね、早川さんリアル怪獣じゃねえのこれ。早川ヒロトじゃねえのあれ、うん、いや今日ね、あのしかもあの出玉、うん、あの店内状況ね、うん、カバネリから虹トロフィー、虹トロフィー2台、2台出てて、縦の勇者、うん、縦の勇者も2台、うん、虹トロフィー出てて、うん、保険屋さんの仕事って大変ですね。これ激アツでね。ここは KB じゃないですよね。違います、違います。ここ KB の事務所じゃないですよね。違います、違います。ね、ほら、今日激アツでありがとうございます。本当にありがとうございます。みんな楽しんでね、お祭りみんな楽しんでて、どうですか、当たり前じゃん。ちなみに反射店長かけます、もしよければ。あ、いいっすよ、いいっすよ。どうします、僕もあのパヨピーに乗っかって、あのゴッドのリーチ目でこれはダメだ、これはダメだよ。ほら、いい人、ありがたいね、ほんといい人。あーね、KB 万歳だね、万歳、ほんとにね、 KB ありきだから、末永くイムチャンネルもね、ありがとうございますよ、ほんとに。じゃあ行くか、マジで始まりました。上松八、来たら、はい、うん、いいから熱くなるよ、燃えろ、はい、燃えろ、せっかくだから、はい、ね、気にしなくていいから、はい、スタート大事ですよ上松、はい、行けよ八、ピンク、なんで7が内側なのこれ、くそ、準決勝戦、よーし、すげー、いや、やばな、まだまだ、あー、よー、やっぱ早いわ、八、早川、早川行け、さあ、早川、いいよ、早川、早川入口入ってる、あと5周、あと5周、オッケーオッケーオッケー、早川行け、ゴー、早川、オープンは少しずつ抜かないと、あ、いや、早川もう着実に順位上げてるから、おー、おー、あ、危ない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 、ぶつかる、いや、ちょっと攻め破れてますね、いやいや、とりあえず早川、ここは、あー、いいじゃん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 、早川、ええやん、あ、やばいよ、逃げて逃げて逃げて、ブロックされてる、ブロックされてる、あー、1番邪魔だなー、うわ、マジか、早川、これはやばい、これはやばい、早川やばいぞ、いや、早川、いや、早川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 、おい、いい、いや、早川行く、早川行く、早川行く、やばい、抜かないと、ここで抜かないと、あー、やばい、早川、早川、早川、抜かないと、あ、行った行った行った、ここから行かないと、ここで抜かないと、早川、行った行った行った、早川、取った取った、8-4、7-8、8-4、7-8、あー、取ってない、取ってない、8-7、8-7勝ってなかったら俺、8-7勝ってなかったら上松、8-4-7、当たった、よっしゃー、当たったぞ、これやったよ、やったー、ありがとうございます、よかったね上松、上松よかったね、大丈夫か上松、どうですか、ちょっとおじさん、これが人生ですよ、人生だね、はい、上松よかったね、あと何枚つくか、ちょっと何枚つくか、何枚つくか、何枚つくの、3連単当たった、3連単で買ったんで、ちょっと待ってください、1000円買ってる、1000円買ってます、ああ、50倍ついたら5万返ってくるで、これはでかいよ、いやでも当たったわ、ちゃんと当たりました、うわ、え
嘘でしょ。え、サネさん何倍？え、合ってるよね。あ、待って待って、847です。これ今え伊勢崎の 11?11 です。11、347でしょ。841ついてるよ。上松、え、50万ってこと？847でしょ。847です。上松、え、54万。上松、ちょっと、え、1000円かけてる？1000円かけます。え、ちょっと待って、ちょっと正式で、正式で待って、これはやめようか。押した、ちょっと待って、ちょっと間違えかもしれない、間違えかもしれない、ちょっと待ってください。入学金が、上松、娘の入学金が払えるぞ。ちょ、あ、待って、あ、ついてる、ついてます、当たってはいます、当たってはいる、ちゃんと当たってはいます、当たってる、いきます。うおー、54万だー、うおー、54万だー、うおー、54万だー、やったー、やったー、やりました、やったー、よかったー、マジでよかったー、出たー、やったー、やったー、やったー、やりましたよー、よし、よし、やりましたよ、オッケー、さあ、よかったね、松、ありがとうございます、プリン、ありがとうございます、呼んでくださってありがとうございます。これはしびれる、よかったね。いやー、特番じゃん、特番っぽくだったね。いやいやいや、これは盛り上がったよ。もうひどいよ、ちょっとすいません、ちょっとだけ、ちょっとだけ立ちくらみをしています。出た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 、すげえ、もうすげえじゃん、54万。いやー、うわー、847、4絡んできて急に上がったんだよ。ハハハハハ、よかったね、上松、すいません、ちょっと本当に泣きそうでした。よかったー、よかったね。いやいや、よかった、いや、いいんじゃない、これはこれで、はい、上松連れてきてよかったね。あ、これぞ、はい、これぞギャンブルらしい、バイオリミスターギャンブルらしいよ。ね、ちょっと嫁と子供にさ、言っといた方がいいよ、お前、娘の入学金これでさ、払えそうじゃん、うん、給料も入るし。ちょっと、電話して、え、うん、あ、電話して、あ、電話していいよ。お父さん、50万買ったよって。そんなことある？10万負けからね、パチンコ屋行って。じゃあ、電話します。あ、もしかしたら息子を寝かしてるかもしれない。もしもし、あ、ね、今ね、ちょっと 大事件というか。何？今日ね、来店のお仕事をもらってるって言ってるじゃん。うん、あれ、ね、50万買った。本当でしょ。本当。ちょっと、ちょっと、うん、いつきはまあ後でいいから、また、じゃあ帰ったら連絡します。はい、よかったね。いやー、よかった、すごい、よかったね、ありがとうございました、おめでとう、ありがとうございます、すごいよ、50万って、ね、え、お役に立てたら、ほんとにそれでよかった、血管ぶち切れそうだったよ。いや、最後ほんとにもうおっさん、よかったね、はい、やっぱり最後に助けてくれるのはね、ギャンブルなんですよ、はい、そうだね、ギャンブルはもう病気だからね、うん、もう一生うまく付き合っていくしかない、うん、そうそうそう、うん、メインチャンネルでね、こうやって、いや、これは素晴らしい、ね、もう純粋に、メインチャンネルデビュー戦がさ、うん、ね、オートレースで50万勝ちだったらすごいよね、持ってるよ。ああ、で、こっからこんなね、活躍したら何、保険も入ってくるわけでしょ。あ、そうだ、上松、保険お願いしときゃいいじゃない、お前、まあ、私みたいなギャンブル中毒が、やっぱギャンブルをやる方の近くで寄り添って分かるように最後までしっかりご説明しますんで、中毒者同士で保険の方もぜひ私にお任せいただければと思います。よろしくお願いします。他の普通の保険屋さんから契約しちゃダメだよね。そうですね、知らないですか、分かんないですか、ああいう人たちには。何、我々依存症の思いとかね、はい、願いとか思いとか希望っていうのは分からないですから、ぜひ。依存症専門の保険屋さんだもんね。そうですね、はい、私もギャンブル依存症専門です。はい、問題ないので、ぜひ寄り添っていきますんで、よろしくお願いします、はいはい、ね、その保険登録してもらえればね、はい、はい、また営業もたくさん取れるはずだから。そうですね、ああ、頼むぞ、上松、はい、頑張れ、頑張ります、はい、お願いします、ね、イムさんも保険入るでしょ、お願いします、うん、あ、検討します。なんだよそれ。ね、これもちょっといい特番になったね。いや、本当にもう一気に最後のあの1レースで一気に特番っぽくなってね、よかった、まとまったよ、はい、ありがとうございました。本当に大好きなゆみちゃんに、私も何
出させていただいて、本当になんかもうリスナー、ほぼもうリスナーなので、もう一緒の思い出に、はい、リスナーさん、リスナーさん、よかったね。いやもう本当に、はい、はい、少しでもいい思い出になった。いい思い出、本当にいい思い出になりました。そうね、本当にありがとうございました。ありがとうございました。そうだね、メインチャンネルデビュー戦だもんね。はい、あすごいね。デビュー戦でホームランでね、満塁ホームランだよ、デビュー戦で。ねえ、できないよ。あすごいすごい。アジン2なんかだってずーっとやってたわけね、うん、1回も当たってないんだから。1回も当たらずに号泣してたんだから。すごいね、でもね、オートレースで。いや、これは素晴らしい、本当に。これ、あの、ケータン案件とか来るんじゃないか、また。ケータン案件、うん、やった方がいい。ケータン案件ね、欲しいよね、上松も。いらない。依存しちゃうから、依存しちゃうからね。ちょっと、さっきの脳汁は、ね、ちょっと